今から2500年ほど前、一人の男が生まれ74年を生き、そして死んだ。それはキリスト生誕の約500年前、ブッダの存在とほぼ同時期であった。その男は後世孔子と呼ばれた。亡くなられる10日ほど前のこと、先生のお宅へ伺った。約束の時刻よりもだいぶ早く伺ったつもりだった。先生はもうすでに門の前におられた。おろおろと待ちきれぬ素振りで、まるで親に叱られた子供のように心細げに。弟子の数は3000人を超え、法府万里にその名を知られた先生が、私ごとき一人の弟子の訪問を。志功先輩、先生はたくさんの言葉や教えを残されましたが、その時々のぬくもりや足音や笑い声もまた、その73年の生涯の中にはあったのですね。だが宗師よ、ぬくもりや足音や笑い声は、その存在をこの世に留めておくことはできない。誰もがそうです。先生とて特別ではなかった。そうだ、そうだな、特別ではなかった。だからこそ光宮先生がより懐かしい。約2500年前、中国が歴史上最も混乱を極めていた春秋時代末期。かつての統一王朝周はすでに衰え、数十カ国に分割されていた。その中の一つ、現在の山東省南部あたりに盧国という国があった。史記によれば、紀元前551年の夏、その盧国で孔子は生まれた。赤ん坊は日よめきの骨が開きすぎていたのか、頭の頂がへこんでいたため九と名付けられたとされている。姓は孔、名は九、孔九、後に孔子と呼ばれる人の誕生であった。父親は宿良骨、その良骨が60歳ぐらいの時に若い女との間に設けた子で、正式な結婚をして生まれた子ではなかったらしい。そして孔子の母親については、姓が癌、名が長在、それ以外は何も伝わっていない。孔子が3歳の時、父親が死んだ。私は先生のおそばに30年もご一緒したが、子供の頃のお話はあまり聞かなかった。私もです。先生が話したがらなかったような気がします。なぜ？さあ。正式な結婚による子ではなかったから。わかりません。でも弟子だった我々でさえ、先生が世に出られる前のことは推察するしかありません。
宝灸先生は15歳の時に学問を志したと言われていた。どうして15歳なのですか？15歳の時に母上が亡くなり、先生は孤児となられた。一人で生きていくため何かを必要とされたのだ。それが学問だったのですね。伝説によると孔子が母親の墓前で喪に服していた時、魯国で最も権勢を誇っていた既孫氏の家臣楊虎が通りかかったという。また戦が始まるのですか？宴会だ。既孫氏が魯国の死を招いて大宴会を開くんだ。レナ、孔子は長寿で後背の高い男になる。史記によると周の尺度で906寸、現在の1メートル91センチ。また長寿手からのその顔は楊虎に非常によく似ていたと言われる。死の身分を持った者しか入れないんだ。お前にその資格や才能があるのか？お前は死かい？死とは下層階級の出身でありながら何かの能力を認められ身分を与えられた平民のことである。孔子にはもちろんそのような家柄も能力もなかった。生きるためにその頃あらゆる仕事をしたと先生は話しておられた。家畜の番人、ラッパ手、子守、それに葬儀の手伝いなど。でも先生はそんな大変な仕事をしながら文字の読み書きなどはいつ覚えられたのでしょうか？19歳の時には倉庫役人を任され帳簿付けなどをされていたと聞いていますが。詳しいことは何もわからないが、身分も能力もないことを思い知らされた15歳の時から人知れず努力をなさったのだろう。お言葉通り学問を志されていたのだ。だから多分単純な帳簿付けの仕事などで満足なさっていたとは思えない。史記によればこの頃孔子は妻をめとり子を設けたとある。手順は分かっているね？はい。ではさばいてください。頭を右にうつ伏せに置くのだ。お尋ねします、どうしてうつ伏せに置くのですか？なぜ頭は右なのですか？そうする決まりだからだ。どうしてそのような決まりになっているのですか？孔丘よ、お前はまだ祭礼の手伝いを始めて日が浅い。言われた通りにやっていればよいのだ。知っていることは知っている、知らないことは知らない。これが知るということだと私は思っているのです。忙しいのだ、後で教えてやる。孔子が27歳の時、丹国の君主が魯国を訪問した。この丹国の君主は古代からの行政の制度、
つまり古代の感性についての研究家でもあった。今の世の乱れはすなわち政治の乱れである。政治の乱れとは感性の乱れに他ならない。国を治める者は何よりも古代の感性からより多くを学ぶべきである。古代の感性について教えを受けたいと思いますに、感性というのは霊性の一種のようですが、その根本についてのお話をいただきたいと。世を治めること、民を導くこと、それもすべて霊の心より発することと申すか。いえ、確信があるわけではございません。未熟者なるがゆえの思いにて。お前のような身分の者がなぜそのようなことに関心を持つのだ。世にはそのことの方が興味深い。27歳のその頃から先生のことを古代の感性や霊性についての知識を持つ人として世間が少しずつ認めるようになっていったのだ。なぜ先生が古代の感性などに興味を惹かれていったのかは謎なのですね。多分こういうことだったと思う。幼い頃からの葬儀屋での仕事、祭礼の手伝い、その中で決まったように行われる儀式、そのような祭礼儀式に何度も何度も立ち会っているうち、なぜそのような儀式を行わなければならないのか、その根本、つまり道理を理解したいと思うようになったのではないかと。人とは不思議よの。本来心の道理に基づいて作られた制度も時が経つに従って一人歩きを始め、やがて人は道理を忘れて制度に従うこと、あるいは逆らうことのみに終始している。当時学ぶことができるのは貴族だけであった。霊、すなわち政治制度や社会規範、そしてそれを生み出すための道徳、つまり哲学的なものまで含まれていたと思われる。楽、すなわち祭礼のための音楽、芸術創作。射、すなわち弓。魚、すなわち馬車の魚し方。書、文字の読み書きを学ぶこと。そして数、喜劇と言われた古代の将棋や囲碁のようなもののことであり、また数学のことでもある。すべては身分のある貴族たちのための教育施設であり、制度であった。教えあるとも類なし。孔子30歳、教えあるとも類なし、すなわちいかなるものであろうとも学ぶことができるはずだという言葉を残している。少しずつ孔子の周りに人が集まり始め、またそれによって少しずつ孔子の名が広まってゆき、孔子は私塾を開くことになる。もちろんそれは貴族のためではなく、どんな身分でも学ぶことのできる塾であった。もし後世の人が先生をいろいろと批判したとしても、この点だけは誰もが認めなければいけないだろう。後宮先生が学ぶことの前には全ての人が平等であるということを初めて実践なさったのだ。
孔子が34歳になった年、鲁国で最も権勢を持つ3つの勢力のうちの一つ、毛孫氏の当主毛騎士が病床にあった。毛騎士は自分の指揮を察して二人の息子を呼び寄せる。13年前、わしは例の儀式に詳しくなかったため、国王出迎えの祭祀を取り仕切ることができず、大恥をかいたことがある。お前たちも我が毛孫氏の長として、いつかはそうした場面に出くわすだろう。その時のためにお前たちは学ばねばならん。この人を一仰いで。あ、皇宮先生。孔子の私塾は無論学ぶ機会の少ない人々のためのものであったが、その名が知れ渡るにつれ、弟子入りする貴族たちもまた多く、孔子は決してそれを拒まなかった。学ぶことは生きるための理想を得ることである。もしその理想を実現するとしたら、時として権勢の支えを必要とする場合がある。権勢におもねたわけではないが、孔子はその出発点から現実の中に身を置いた教育者であったと想像できる。そうですね、現実から目をそらしていては先生は生きてこれなかった。15歳で孤児となられた先生のその後の賢明さがそれを実証していると思う。晩年においてさえ先生は我々よりも現実を直視なされていた。そう、まっすぐな姿勢で。私が一番よく知っているのはこの鲁国の礼制です。だがもともとは周の王室の礼制をいただいたもの。真の礼を知るにはやはり周の首都洛陽に行って学ばねばならない。もし私について学ぶ気があるのなら一緒に行ってみませんか。洛陽の都ですか。ん？南宮慶祝か、どうした。我が師孔宮先生は鲁国の賢人なのですが、周の天子様のおられる洛陽で誠の礼を献参したいと申しております。孔宮、あやつまだ学び足りないというのか。何卒お力添えを。では二頭立て馬車を一台、従者を一人つけてやるか。長江は先生をご存知でした。祭礼の席で何度も見かけたと。ありがたい。は？県政の支援あらば千里の道も遠くはない。王室図書館には話がついています。明日からでもお通いになれるはずです。何日かけてでもゆっくりご覧なされ。本来なら一巻一巻の言われを説明してやってもよろしいのだが、まあわしももう年だ。ただし質問ならばいつでもどうぞ。周公により定められた法政についての書物はあるのでしょうか。北東の列四段目の棚の奥にある。ありがとうございます。
楽遊において孔子は古代の礼制についての研鑽を積むだけでなく、祭礼における学についても貪欲に学ぼうとする姿勢を持っていた。音楽家でもあり周の国の権力者でもある長江との交流がそれを物語っている。見事です。学についてはどこで学ばれたのですか？葬儀の学体で学びました。葬儀？ほう。子供の頃のことでございます。時に悲しみの心を誘い、また違う時には心躍る楽しさを与える。学の本質とはどのようなものと考えるべきでしょうか？良い質問をなされる。私もまだ未熟者ゆえ正しい答えは出せませんが、人の心開くものが学、そうでないものはただの音ということでしょうか。これが八一の舞です。八一の舞？衆の天使様の祭礼でのみ許されている伝統の舞です。明日鲁国にお帰りになるとか。機会があればまた何度でも来るつもりです。学ぶということに終わりはありませんから。別れや死はどこにでもある。はい。理想などは水の泡みたいなもの。その泡が大切だと思う人間がいてもよいか。金持ちなら選別を出すところだが、私には金がない。だから一言言葉を送ろう。今の世は聡明の死が批判好きの連中のために命を落とし、博学の死もまた噂好きな連中のために危険にさらされる。父母に仕えるにはひたすら真心を持って尽くせばよいが、君主に仕える者は身体をわきまえてこそ自らの身を保つことができるのじゃ。災いは口より出る。特に聡明であり博学でもあるお前のようなものは十分に気をつけることだ。先生のお言葉ありがたく頂戴いたしました。楽遊における留学は孔子を大いに勇気づけ、希望を持たせるに十分なものであった。だが孔子の帰るべき国鲁国はまた新たな動乱の時を迎えていた。統計のいさかいに端を発したといわれるその戦は当時の乱れた世相を映し出していた。すなわちその時の鲁国は長江という国王がありながら、その実権は家来であるべき大夫の紀、宿、孟の三氏の手にあったのである。特に紀孫氏は財力が絶大であり、国王将校にとっては許し難い存在だった。つまりこの内乱は紀に乗じた国王が家来である紀孫氏を襲った戦であった。国王の勢いは孫子をもう一歩のところまで追い詰め、勝利するかに見えた。騎兵士、最後の望み聞いてやる。位も財産も放棄します。だが私の領地に行かせてください。ダメだ。では
五両の馬車をいただければこの露国を離れます。ダメだ、お前は戻ってきてまた国王をないがしろにするに違いない。ここで自害しろ。だが国王よりも大夫たちの方が数段現実的であった。傍観していたはずの宿孫氏と毛孫氏が連合して既孫氏に味方したのである。大夫たちにとって君主は実権を持たず飾り物であってほしかったのだ。将校は敗北し国外に亡命した。もしあの動乱がなかったら留学から帰られた高級先生は露国に落ち着き理想の実現に向かって邁進なされたに違いない。だが国は乱れており先生は国外へ出られた。その旅は後々の先生を象徴していますね。その半生のほとんど流浪なさった先生のそれは最初の旅だった。誤解と偏見と屈辱との戦いに明け暮れた。紀元前517年、36歳の時孔子は清国に行き大臣孔祥氏の家臣になった。清の君主は慶公。孔子は慶公に謁見する機会を得た。古代の完成を知る者としてお前の名は我が国でも知る者が多い。恐れ入ります。今の天下をどう思うか。君は君として、臣は臣として、父は父として、子は子として、それぞれふさわしいあり方をなすべき時と考えます。なるほど。では国の治め方についてはどうだ。清国は財政を緊縮すべきです。我が国は裕福ぞ。存じております。お国の民は収穫の3分の2を年貢として納めており、閣下は4000頭もの馬を養うほど豊かです。しかしお国の民は老人が投資するなど実は貧窮を極めております。もし国家の財政を節約すれば民も豊かになります。国を治めるとはそういうことだと思いますか。よし高級、世に仕官せよ。自警の土地の年貢をお前に俸禄として与えよう。私は受け取れません。なぜだ。閣下が財政緊縮を始めるとおっしゃらない限りいただくわけには参りません。君主は功なくして禄を受けずと申します。私は受け取れません。信じること、思うことならば全てを口に出してよいという法はない。君子ならばなおさらだ。災いは口より譲る。覚えておけ。我が国は高級の言う通りに政治を行うことができると思うか。世は高級を官として取り立てようと思うのだが。恐れながら申し上げます。高級が説くところの霊法というのは非常に窮屈で煩雑なものです。もし高級の言う通りにいたしますと、これまでの世間の考え方を大きく変えることになり、国内に動乱を起こすことになるやも。動乱？家臣たちの間に不安を招き、やがて不満の声が上がります。
史が政府で説いた財政緊縮の考え方は清国の貴族たちの怒りを買い刺客を送った者もいたという。はー、孔子37歳、理想は現実の中で迫害され疎んじられた。紀元前515年、つまり孔子が再び魯国へと帰った年、孔子は私塾における弟子たちへの教育により力を注ぐようになる。優秀な弟子たちが孔子のもとに多く集まり始める。子貢、顔回、そして子路。子路が弟子入りするにあたってはこんな逸話が残っている。おい、お前が高級か。そうだが。物を教えるのを商売にしているそうだな。君も学問したいかね。学問が一体何の役に立つっていうんだ。南山の竹は生まれつきまっすぐなんだ。そいつを矢にすりゃ牛の皮でも一発で突き通すことができる。つまり人間は持って生まれたもので全てが決まるということか。そうよ。だから俺様みたいなものには学問なんていらねえのさ。君は生まれつき力が強そうだ。町にだって俺にかなうやつはいねえ。なるほど、力は強そうだ。南山の竹はまっすぐだ。だがこの竹も矢尻をつけ矢羽をつけてまっすぐに飛ぶようになった。矢尻や矢羽をつけることを考えた人がいたんだよ。学問とはそういうことだと私は思っている。矢尻や矢羽を考える人間に俺もなれるかね。孔子43歳、この頃にはすでに子、書、礼などを系統立てまとめる段階に入っていたと言われている。我々が山ほどの質問をする。先生はその一つ一つに丁寧に答えられる。でもおかしかった。同じことについて質問してもその都度先生は異なった答えをされた。そうそう、時には先生の真意がわからなくなることがあった。うん。でもそのことで我々はより多くを学ぶことができたような気がしないか。ご覧、魯国があんなに小さく見える。もしもっと高い泰山の頂上に立ってみれば天下ももっと小さく見えることだろう。君子は高きに立つ人物でなければいけないということですね。でも先生は前に君子は一般の人より低いものでなければならないとおっしゃっていましたが。思考よ、見なさい。大地は何よりも低いではないか。しかし大地は泉を湧き出し万物を、そして万物は最後には大地に帰る。大地は全てのものを受け入れ全てのものを育んでいるのだ。君子たる者もそうあるべきとは思わないかね。先生にお尋ねいたします。うん。人は死んだ後知覚というものがあるのでしょうか。もし知覚があるといえば親孝行者は過分に嘆き悲しんでみせ仕事もしなくなるだろう。またもし知覚がないといえば親不孝者は死体を捨て埋葬すらしなくなるだろう。いいかね、死後に知覚があるかどうかを知りたいのなら自分が死ぬ時までゆっくりと待つことだ。紀元前505年、魯の帝皇5年、魯国では執政の騎兵士が死去。その子機関士が権力を握った。しかしその機関士は自分の家臣の反逆にあう。その家臣とは楊虎であった。俺の後に続け。
官氏は幽閉され、陽子が露国の実権を握った。先生、また使いが参りましたが。留守だと言いなさい。はあ、しかしこれで4度目です。4度目が5度目になろうと、私は陽子に会う気はない。使いの者が申しますには、陽大臣は昔から皇宮先生のことを知っておいでとか。私の方は知らん。知らぬはずはない。奴が母親を亡くして捨て犬のように泣いていたのをわしは覚えておる。あ、知らぬとか。はい。まあどうでもいいことか。それより私は今の皇宮の力が欲しい。皇宮のような名声の高い者が私の臣下となれば私の名も上がる。どうでも私に仕官させろ。はは。あ、お待ちください。先生、よろしいですか。本日は誠意をお見せするために特にこれを持って参じました。我が主人陽大臣はこう申しておりました。願わくば先生も最後にはこのようなお姿にならぬようにと。明日にでもお越しくださいとの伝言でございます。今日はどうしておられるのかな。本日は所用にて不在でございます。馬車の用意を。それと礼服。先生、一体どちらへお出かけです。当然陽子の屋敷へ行く。え、今日はいないと言っていた。今行けば決して言うことを聞かなかったことにはならないし、会いたくない相手に会わなくて済む。それは残念。陽大臣はご不在ですか。ならばいつかまた機会を改めまして。これで一安心ですね。先生、一応の礼は尽くされたわけですから。嫌なものは嫌だが、そのことを相手に伝えるときは細心の注意が必要なものだ。先生、あれは。豚は受け取られましたか、高級先生。どうです、缶につく気になられましたか。あなたはいつも大事をなすと言ってるそうじゃないか。今その機会が来たというのに、うんともすんとも言わないのか。それではその賢人ぶりを証明できないぞ。強引人を待たず、月日はどんどん過ぎてゆく。あなたももう50だ。さあ、もう一度よく考えていただこう。わかりました、やってみましょう。聞き分けのいい先生だ。士官を承知されたそうですね。いや。え、でも脅されてした約束など守る必要はない。先生、もしここに値打ちのある宝石があるとします。先生はそれを頑丈な箱に隠しますか。それとも売り上手な商売人に頼んで高値で売りに出しますか。もちろん売りに出すとも。しかただし、こちらにも買い手を選ぶ権利が少しだけあることにした方がよい。孔子50歳、すなわち紀元前501年、露国における権力をさらに強大にしようとする陽子に大夫たちが反撃。陽子の軍はその戦いに敗北。
陽子は国外に逃亡した。孔子51歳、実力者機関士の指示を得ての初めての士官であった。時に炉の帝皇8年、高級に問う。一言で国家を流星にするような言葉はあるか。されば申し上げます。君主たるは固く、臣下たるも優しからず。この言葉を君主たる者が真に理解したならば、その言葉こそ一言で国家を栄えさせる言葉と言えましょう。君主たるは固く、臣下たるも優しからずか。では一言で国家を滅ぼす言葉はあるか。もう一度同じ言葉を言わせるおつもりですか。一地方管理から始まった士官だが、理想に燃える孔子の仕事ぶりは周囲の理解と尊敬を得、瞬く間に上級の管理へと出世していった。そしてついに大司工にまで上り詰める。今でいう司法大臣のことである。そう、先生が大司工になられた頃だった。私が先生に弟子入りを許されたのは。そうだ、君はまだあどけない少年だった。あ、父さん。先生、最近弟子入りした宗信というものをご存知ですか。宗信がどうかしたのか。ええ、あいつ変わってるんです。父親が何かで腹を立て、宗信を失神するほど殴ったそうです。でも宗信は失神から覚めると。なかなか気合の入った殴り方だったね。父さんが丈夫なのが分かって嬉しいよ。その上、家に帰ってから琴を弾いたそうです。自分は怒っていないということを父親に見せたかったんですね。宗信が来ても私に会うことは許さん。先生、私のために何かお怒りとか。お前は自分が良いことをしたと思っているだろうが、とんでもないぞ。は？昔親孝行で知られた俊は、父親が怒って彼を殺そうとした時は一目散に逃げたと言われている。ところがお前はじっと父親の暴行を受けていた。いいか、もし万一お前が殴り殺されていたらどうなると思う。お前の父親は罪に問われることになるのだぞ。お前のやり方は一番親不孝な行いだということだ。殺人がどんな罪か知らないわけはなかろう。お前は父親を殺人犯にしたいのか。あの時先生は本当に怒っておいでだった。お前は子供の頃から真面目で優しすぎた。その上愚鈍だった。いや、今でもそうだけど。明くる年の夏、露国の帝皇と清国の慶皇が同盟会談を行った。清国は露国に比べはるかに強大であり、同盟は露国にとって和平を保つ唯一の道であった。決命の地は強国山。孔子はその会談を取り仕切る総令官として参加した。孔子52歳、彼の生涯で最も光彩を放った政治行動であった。
れは高級か。口先だけの書生に過ぎませぬ。ご心配なく。帝光殿、制約の前に今我が国で流行りの武学をご覧に入れたいのだが。お断りよ。しかしせっかく西国の王が我が小国への心遣いぞ。お受け申す。我が君主を侮辱したる者どもぞ、直ちに捕らえて手足を切り落とせ。聖の国王に申し上げる。元より君主会談に流行りの武学などは無礼千万。その上式場的な卑しい仕草は我が君主を侮辱したものと判断いたしました。よってあの踊り手たちは我が国の法令に従い処罰いたします。ご異存あらば大使公任じる私めが責を負います。しかしながらあの踊り手とも何の恨みがあって我が君主のお命狙ったかご存知ですか、稽古閣下。全くわからん。とんだ災難だったな。ではお互いに交わしました条文にご同意の署名を。承知した。安永はまだか。もう一度誰か安永を呼びに参れ。安永、お前だぞ。あの高級の士官に反対したのは。またまたお叱りで。このままでは小国と見下していた露国がどれだけ強大になるかわからんぞ。高級たった一人の力でございますか。そうだ、あれほどの賢人は我が臣下にはおらん。これはこれは、ご安心なされ我が君。世の多くは賢人ではござりません。世を動かしているのは私と同様愚人どもでござりまする。何か策があるというのか。愚人の策、きっと功を奏しましょう。お祭り騒ぎでございます。華やかないでたちの美女が80人、それに春芽が120頭。聖国より我が国王帝光への贈り物だそうでございます。宮の近くに専用の館を設け、毎夜舞踏の宴を開いておりますが、踊りや歌が見事なだけでなく、80人が80人ともいずれも粒揃いの美しさ。志向よ、お前もその宴に行ったのか。いえ、私はその一度だけ高額のためにと。聖国の策謀は成功した。
帝光をはじめ主だった大夫たちがその美女たちの虜となったのである。その結果祭りごとは疎んじられた。本日の会議においてはかねてより懸案の新税について。お待ちなされ高級殿。帝光のご着座いまだあらず。大夫殿たちの姿も見当たらん。もう日も高いというのに昨夜からの宴がまだ続いている様子。下城しましょう。今日は会議にならない。先生、いかに有能な宰相でも君主が儲けていては力が発揮できません。私は残念です。ずっと以前に私は言われたことがある。君主に仕える者、身体をわきまえてこそ自らの身を保つことができると。ならばもう少し様子を見よう。あと7日もすれば雨土を祀る祭典がある。もしそれが挙行され、君主が礼法を守り臣下たちに肉を分け与えたならば、まだ望みはある。祭礼の肉は受けられたか。いいよ。そなたは？どうも我々の君主は肉を分ける気持ちなどないようだ。毎晩毎晩ご自分たちは人肉を分けておられるからな。人肉？ああ、あの女たちのな。先生は別に悪いことをしたわけじゃないのだから、ロコクを出る必要はないじゃないですか。一体これからどこへ行かれるんですか？行くのだよ宗心。とにかくこの国を出よう。明日に道ある置きかば、夕べにシストもかなり。孔子54歳、弟子たちと共にロコクを去る。翌紀元前497年春、孔子とその弟子たちは英国にたどり着く。先生、お久しゅうございます。孔子の弟子顔周勇、この頃英国で高級管理として職を得ていた。顔周勇は喜んで孔子一行を自宅に呼び、そこを住居として提供した。先生、英国についてどう思われますか？裕福で人々も誠実そうだ。英国は大いに見込みがある。実は先生、すべてが順調に思える時ほど不安の種があるものでございます。つい先日のことなのですが、我が君主霊光が執政の公祝日を免職にいたしました。もとより公祝日はこの英国の貴族の中でも一番の実力者。恐れながら言われなき免職は我が一族の恥。その訳を伺いたい。訳？世の源に分けと申すのか？死罪を覚悟の申しよう。けなげなこと。お祝日は自分の領地保有に戻り兵を集めているという噂がしきりなのです。免職の本当の理由は？ナイス様との折り合いが良くなかったとか。ナンシー、霊光の第一夫人のことか？はい。何人もナジ様に嫌われては英国では立ち行きません。
年に国6万とでいかがと霊光は申しております。これはまだ仕官と決まったわけではないのに年俸をいただけるとは。先生とご一行の滞在費です。大学者が英国にとどまられているだけで誇りあることだと。ありがたいことです。だがもし私の提案を聞き入れてくださるのなら国6万とは何千倍ものお返しができるとお伝えください。折よく良き時が参りましたら改めて参上させていただきます。6万とはありがたいがこの国で私の手腕を振るうにはまだ時が必要なようだ。もっと良き地があるやもな。はい。先生、どうか私めの家を我が家と思っていつでもお帰りください。ありがとう元秀優。間違いねえか。確かに奴か。ああ確かだ。言葉も鹿国の訛りがある。孔子とその弟子たちが帝の国の共有というところを通りかかった時のことである。背の高さも同じだ。間違いねえ。連れがいるがどうする。奴の仲間なら同罪よ。皆殺しにするまでだ。ほっ。共有の人々は孔子を陽子だと誤解したのである。孔子の容貌が陽子に似ていたということもあるが、かつて陽子がこの地に兵を進め共有の人々の恨みを買っていたのである。結局孔子たちは包囲され命を落とす寸前まで追い詰められた。天が今私をここで滅ぼすのなら、私の理想が天にとってもここにいる人たちにとっても不要であることの証。もしそうでないのなら今ここで私と私の弟子たちが害されることはあるまい。違うらしいな。諸国をめぐり暫時英国に戻ろうとした孔子とその弟子たちは孔子術の領地保有を通り抜けようとしている。孔子術は霊光への謀反に動き始めていた時である。なんと孔宮先生ではないですか。あなたは霊光に禄をいただき王宮に出仕なさっていたのではなかったのですか。弟子を連れ諸国を訪ねておりました。ではこれから霊光のところへ戻られるおつもりか。もしお戻りになるというのなら家臣たちがあなたに危害を加えないとは保証しかねます。霊光にへつらう奴らは皆あの女に鼻毛まで舐められているんじゃないかと思えましてね。あなたはどこを舐められました。ん、兵を引け。この方たちは敵ではない。先生、もしいつか先生を味方にできたなら
私は天下を取れるかもしれません。お元気で。戻られた高級先生が。はい、レイコー様は大層のお喜びようと。どのような方かの。は、背の高い才ある人と噂を聞くが。孔子は永に帰り、再び弟子たちと共に滞在した。夫と親しい方は皆さん私に会いに来られますのに。先生、夫人の車が門前に差し向けられました。弱ったな。今日はこれから城と出かける用事があるのだが。そういうことでしたらまた私めが責任を持ってお断りを。いやいや、元秀優、三度もお前にそのようなことをさせてはお前の官位さえ危うくしかねない。お連れいたしました。入られよ、こちらへ。なるほど、背の高いお方。学問はもっと高いのでしょうね。今日はやっとあなたに親しく教えを請うことができますわ。男女のやりとりは親しくしてはなりません。奥様は使者を立てて私にお尋ねになればよろしいのです。直接お話をする方が嬉しいわ。直接お声を聞きお顔を見。先生はこう言っておられましたね。天下で最も付き合いにくいのは女子と小人である。親しく近づければそれらは浅ましい行いをし、遠ざければ恨むと。その通りです。浅ましき行いをなし恨み合って、かわいいのではございませんこと。さあ先生、近づきましてよ。浅ましきこと私たちなさねばなりません。さてさて、先生は論を実践なさる方と聞いておりますが、本当に女は困ったもの。先生、ナンシー夫人のところへ行かれたんですか。うん、ただお会いした。相手はナンシー夫人ですよ先生。ただ会っただけで済まされるのですか。麗子夫人でありながら愛人は数知れず、その公職ぶりは尋常にあらず、あの公職術も結局は飽きられて捨てられたと言われております。しろよ。お前はナンシー夫人に会ったことがあるのかね。いえ、そのでは何もわからんではないか。はあ、はあ、ええ、私が会っただけと言ったのなら会っただけと信じるしかあるまい。それはそうですが。前の馬車には南氏夫人と麗子、後ろの馬車には孔子が乗せられた。天下に有名な孔子を麗子が国の人々に見せたかったからだと言われている。確かに禄をもらい破格の待遇を受けていたが、英国の祭りごとに参加させてもらっていたわけではなかった。孔子は今度こそ英国を去らねばならないと思っていた。孔子58歳、紀元前494年、孔子と弟子たちは秦国に向かっていた。秦の執政長官氏は長く続いた内乱を収め、広く国の内外に賢人を求めていると聞きます。先生はおっしゃっていたではありませんか。私はただぶら下がって人に食われるのを待っている糸売りではないと。その通りだよ、シロ。もし私を用いる国があれば、1ヶ月で効果が現れ、3年で大きな改革ができる。長官氏は誠に見事な君主と言われています。二人の賢人を登用し、何事も相談し、失政にまで上り詰めたそうですから。私は間もなく60だが、
希望を捨てるにはまだ若すぎる。なぜだ、なぜ長官氏は二人の賢人の首をはねたのだ。黄河のほとりに着いた時、当主たちにその知らせが伝わってきた。志を得ぬうちは二人の賢人に頼っていたと聞くが、権力を手中にした途端もう用済みだということか。長官氏、聡明にして勇者であると聞いた君主はただの俗人であったというのか。さあ先生、参りましょう。船を雇い、この大河を渡れば秦国です。私は秦国へは行かぬ。え、ウサギが死ねば狐は悲しむ、同病相憐れむという、長官氏に仕えるということはこの皇宮が朝中にも劣るということだ。先生、なんということだ。この皇宮はここまで来て川を渡れずにいる。私の運命もここまでというのか。俺探してきます。待て、私は行く。慶の国新亭でのこと、孔子が弟子たちとはぐれてしまったことがあった。先生、ずいぶん探しましたよ先生。町の人が見かけたと教えてくれたんです。背が高く頭も肩も古代の聖人のような人がいたと。しかしまるで家なし犬のようでもあったと。家なし犬か。家なし犬ならまだ自分で餌を取るだろうに、私はそれ以下だったかもしれない先生。紀元前489年、呉の国が陳の国を侵略、陳を支援して蘇の国もこれに参戦。その戦いは長期戦となった。鲁国を出てからすでに10年、孔子は64歳になっていた。蘇の国に向かう途中、孔子たちはこの戦争に巻き込まれ、戦場の中をさまよっていた。どうだった、シロ。どうもこうもこの村には人っ子一人いない。ダメだよ。みんな戦を恐れて逃げ出したんですね。最後に飯を炊いたのは5日前だった。そうですね、精進君主を問わずあそこなら誰でも休める。しかしながら死もまた一大事、人生というのは本当に大事ですね。あ、先生。先生、先生。悪には悪い報い、善には良い報いと言うではないか。わしらは何も悪いことをしてないのに、もう7日も冷えさえ口にしていない。道理があるからといって必ず良い結果があると思ってはいけない。山奥の蘭の花は人がいないからといって香りを放たないことはない。君子が学ぶのは苦境に打ち負かされずに
時機を待つためなのだ。苦境は君子と小人を得り分けるですよね。そうだ。君子は苦境の時にもその決意は揺るがないが、小人は逃れようと決意を変えて何でもしてしまう。でも先生、今必要なのは決意を守るためにまず飯を食うことです。シロの今の言葉は唯一無二の真理だ。皆に尋ねよう。私の考え方や行いに何が問題があるのか。なぜ世の中は私を必要としないのか。先生の説かれる道理が大きすぎるのではありませんか。もう少し柔軟になられて君主たちに迎合なさったらどうでしょう。道理の大きさよりも先生の人徳と知恵が相手に伝わらないのだと俺は思う。先生には人徳もあるし柔軟さもあります。世の中が先生を重用しないのはただ単に君校たちが間違っているのです。眼界まだ出会っていないだけです。先生を必要とする君校に。眼界よ、将来お前が大金持ちになったら私を番頭にしておくれ。眼界は物静かな弟子で誰よりも一途で純真であった。孔子は多分眼界の一途さを眩しく思ったに違いない。それはかつて自分が持っていた一途さが長い旅の果てに、それほどに長い旅であった。孔子には多くの優れた弟子たちがいた。この善久もその中の一人である。孔子の元を離れ鲁国に仕えていた善久は国境を侵犯した西国軍に兵を率いて応戦、見事西国軍に勝利した。見事ぞ善久、褒章を取らす、望みを申せ。我が身今ここにありますは全て師孔宮先生の教えの賜物。師もしここにあらば私の100倍もお国のために役立つはず。だがその鲁国の偉大なる才能は今なお他国にあり、やがてはいずれかの国が重用いたしましょう。それは我が鲁国にとっては愚かしい損失にございます。それに申せ。それに今年御年68歳、世継ぎを共に野宿するにはロの愛好11年、紀元前484年、君主愛好は孔子を鲁国に呼び戻した。実に14年ぶりの故郷への帰還であった。国老という厚き待遇をもって迎えられた孔子だったが、再び鲁国の国政に参加することはなかった。時に孔子69歳。先生にお尋ねいたします。先生のご覧になるところ眼界はどんな人物ですか。私より誠実だ。では思考は。私より聡明だ。では四郎は。私より勇敢だ。善久は。私より物腰が重厚だ。これは不思議です。そうなりますと先生は何で彼らに教えるのですか。だから私が先生でお前たちが生徒なのだよ。は？劣っているからこそ優れているものの価値が見えるとは思わないか。はあ。やっと自分が教育者であることを自覚したということだよ。翌年眼界が死んだ。享年32歳。まっすぐに学問に打ち込んだ眼界、若くしてその髪はすでに真っ白であった。という。先生、お部屋へお入りください。
紀元前480年英国に内乱が起こった。望まれて英国の家臣になっていたシロにとっての悲運であった。君主は死する時も冠をせねば。シロは息絶えた後その肉を切り取られ料理され、敵側の将兵たち大勢に食されたと。72歳の孔子にとって愛する弟子たちの死は大きな衝撃であった。誰か志功を呼んでおくれ。すぐに呼んでおくれ。はい。志功殿はただいま役所への出仕中でございます。用向きならば私めが。用がなければ呼んではいけないというのか。ただ弟子に会いたいというのではいけないのか。志功よ、志功よ。お待たせしました先生。志功よ。はい。眼界だったかな、それとも白のやつだったかな。はい。もうだいぶ前のことだが、何人かの弟子とその志について語り合ったことがある。ええ、ありました。みんな大きなことを言っていた中で一人だけこう言った。春の終わり、初夏の頃、岸辺にはそよ風が吹き、友人や家族と水浴びをする。やがて夕日の落ちる頃、皆で大声で歌を歌い家路に着く。そんな一日があることが私の志ですと。誰だったかな、そう言ったのは。それは先生がおっしゃったのですよ。そう言いかけて志功は口をつぐんだ。翌紀元前479年、炉の愛好16年4月、孔子はこの世を去った。享年73歳であった。もういいでしょう志功先輩。先生は生前、藻は3年で十分だと言ってらした。過ぎた藻は不要だと言ってらした。私が旅を切り上げてここに来たのは、先輩にそのことを言いたくて。いいんだよ少し、私は心の命じるままにそうしているのだ。天空の風が吹きまくる。天空の雲が流れる。吹きまくり流れる。雲は雲、風は風。
话说孔子传幕后制作。距今2500年前，一名男子诞生、成长，而后死去。他在世期与佛陀相差不远，起初想成为一位政治家，结果却以教育家而闻名于世，享年73岁，后世尊称他为孔子。韓国は儒教の大変な優等生ですよね。で、日本人は韓国に儒教を習ったんですよね。だから、いっそ儒教の優等生3つの国でやったらどうかなというのが思いついたことなんですね。で、お金もみんなで出し合って、世界に何か物を言おうと、一級の物を作ろうというのが思いついたことなんです。まあね、どうしよう。电视制作讲究团队精神与集体的专业和创作，在目前国际化的趋势中，电视制作不仅着眼于国内人才的参与，更朝向国际传播机构的合作。孔子传不仅是我国第一个与世界知名的公共电视台 NHK 合作的节目，也是第一次由亚洲三个国家韩国、日本与中华民国集合资金、人力一起共同制作的节目。孔子呢，我感觉，因为其实我对孔子那块还蛮有兴趣的，到时候一定会做得不好，以我的经验来讲，到时候一定会做，所以后来我就答应他们接这个。那接着，譬如他们刚来一个剧本，我就感觉那就已经离很远了，你知道，那就完全变成一个像卡通连续剧了，你知道。所以我就找钟阿成来编剧了，原因就是很怕他们把孔子做到另外一个范围去，所以想，因为孔子对我们中国人来讲是很重要的嘛，那你宁愿花这个时间，干脆自己来介入这样。NHK 他想筹划这个孔子传的时候呢，他们当时就开始在寻找这个怎么样是一个中国式的这个造型。那事实上在日本的这个作家里面，当然也有那个水准跟造型能力很强的这个作家，可是他们一直在想，就是说再怎么画呢，就是没有办法把中国人那一种憨厚中国人的特质给呈现出来，所以他们呢就看到这个我的作品以后呢，来找我，然后呢来谈这个孔子传这么样一个构想。那当时我在接触这个孔子传的时候呢，我就觉得非常的有意思，那几乎是毫不考虑的就答应了，说好这个案子呢，我来处理，哦，然后呢，我在制作的孔子传的时候，中间几乎是看了非常多有关孔子的书。然后我自己得到一个小小的结论，就是说孔子的思想事实上是非常非常精彩，虽然经过了2000多年，可是到现在这个时候还是非常非常的适用。据说子路在拜孔子为师的时候有这么一段小插曲。你就是孔丘啊？正是在下。我听说你是专门教人读书的，是吗？难道你也想读书吗？我问你，读书到底有什么用啊？南山的竹子原本就笔直的生长，用南山竹做的弓箭能射穿牛皮。你是说人利用天生的才能就好了，是吗？没错，所以像我这种人根本就不需要念书。你好像生来就很有力气哦。这附近没人比得过我。你的力气果然是不小哦。可恶，你说的不错，南山竹原本就笔直生长，但是装上箭头羽毛，竹箭才会直飞，这个可是人想出来的哦。这个就是我心目中所想的做学问。真的？那你的意思是说，我也能变成这种有学问的人了？
孔子传由 NHK 提出构想，我国知名导演侯孝贤担任监制，文学家钟阿成编剧，漫画家郑问指导造型，而日本动画始祖手冢治虫的大弟子初崎统先生则担任动画导演的工作。できればこの作品は孔子がその普通の人と生まれ、人として生まれて、それで自分の努力で、そのなんていうかな人生を送っていったっていうね、風に考えたいので、できるだけその、後から作られた伝説とかですね、そのいろんな、まあ、言い伝えあるんでしょうけども、そこら辺をその古代に孔子を描かないようにしたいがためにね、その孔子の家族について、とりあえずはその孔子がそのやり遂げた仕事では残念ながらね、あまり関係がなかったように思えるんで、あまり触れないように作りました。由于中日韩三国国情不同，虽然大家共同理念是用人性角度来描述孔子，但许多观念上仍有争议。举例来说，像孔子的出身，日本和我国就有差异。私は先生のおそばに30年もご一緒したが、子供の頃のお話はあまり聞かなかった。私もです。先生が話したがらなかったような気がします。なぜ？さあ、正式な結婚による子ではなかったから。按照现在正常人推理呢，就是作为他还是一个贵族的后裔，另外还有封地。他当然希望有一个健康的儿子呢来继承他的事业，所以这样呢他又想要一个儿子，这样呢就像这个孔子的母亲，就像孔子的母亲家来求婚。孔子的母亲姓颜啊，颜是这个颜色的颜，叫颜真在。那么当时这个颜家有三个女儿，大女儿二女儿呢都不太同意这门婚事，只有三女儿呢愿意嫁给这个叔良鹤，就是孔子的父亲。那么当时孔子的父亲呢可能已经是66岁了，而孔子的母亲呢大概不到20岁，可能18岁的样子，那么就说他的年龄差距很大。而且当时按照当时的规矩啊，可能64岁啊就不能再娶亲了，可是孔子的父亲呢66岁娶颜真在，那么这个呢按照后来注解啊说是出也而不合礼俗，所以说是也和而生孔子，大概是这样一种情况。孔子的父亲名叫叔良鹤，由于无子嗣，在他60岁时娶妾生子，故传说孔子是庶出。至于孔子的母亲，只知道他姓颜名征在，其余不详。经过无数次讨论，剧本定案，但仍容许各国在制作自己语言版本时有修正的空间。经导演完成后的分镜剧本共有326页，1350个镜头。至于其中39位动画人物的造型，则交由日本古踏登先生担任。はい、そうですけども、もちろんこのチェンウェンの書かれた、漫画のキャラクターも元にしています。除了人物造型外，动画中的背景也相当的重要。比較的その現実にあるものとか、それから古いものでもこの資料なんかがね、比較的手に入るものだったんですよ。それでなければあとはもう完全に空想の世界だとかね。だからこの孔子っていうのはね、もう実際いた人ですから。だからそれほどその空想の世界とも違うし、かといってその昔の資料を探しても。なかなか見つからないもんですからね。まあそういう点ですごい苦労しましたね。まずその舞台への設定っていうのが、それだと色彩に関してはね、この時代とかそういうものをちょっとこう意識して、それで考えたつもりです。それと画風も少しそれに合わせて雰囲気を変えました。考证是孔子传面临的另外一个大问题，除了资料不足外。
过去时代背景和现实生活中观众能接受的分寸拿捏是很重要的，像是孔子长相如何，古人是如何吃饭，有没有使用毛笔等，都是项考验。2500年前のね、その人たちがそのどんな日常生活を送っていたのか、とりあえずその食べさせてあげようと僕は思うわけですね。でもそれは箸なのかスプーンなのか分かんないわけだから、あのとりあえずはその辺をその分からないように、まあ今回はその器からね直接こうちょっと飲んでるようなシーンをほんの短くだけど入れました。在我认为在当时那种情况之下，孔子拿刀就是这个刀笔然后呢来雕的情形可能比较接近现实。那当然也有这个考据专家认为说，那个时候应该有所谓这个魏改良的时候的这个毛笔。那碰到这种情形我是觉得如果说既然都可以的话，我还是倾向在创作的时候使用毛笔，让一般读者或者是观众来讲可能比较有办法接受。因为我在当时创作动作运用专的时候也碰到这个问题，我想孔子拿一个刀笔的话，读者大概很难想象他是在著作嘛，更可能会不会他是在雕刻。韩国负责动画加工的部分，在1350个镜头中有30000多张动作图片需要人力描绘。动画绘制主要是根据导演的分镜剧本画出原始动画，一般称原画。原画画出动作线后，再交由中插动画来画其中细部的动作，然后由描线人员将铅笔稿画在赛璐珞板上，一张一张描绘，并经过影印机影印。再由美工人员将描好线的赛璐珞板背面涂上均匀的颜色。背景的设计和绘制可衬托角色和画面的气氛。由赛璐珞和背景美术图合成即可拍出画面。动画完成后，则将30000张图片进入拍摄阶段。《孔子传》是用35厘米影片拍摄，利用动画特殊摄影机一张一张的照相后，再播放出来成连续的动作。由于一秒钟可播放24格画面，因此像美国迪斯奈卡通《力求动作细腻》，则一秒画24张或12张；日本卡通风格较重内容和意境。动作的张数比较少。孔子传中的动画技巧较重视立体感，由上下2张赛璐珞方式将焦点集中于人物身上，能呈现出立体景深的效果。除此之外，利用网状圈放置于图画的上下2张，光从下往上打，造成光影的变化。アニメーションは背景とセルがあれば一応絵はできる。日本摄影师野口照表示，有着色的赛璐珞和背景美术就可以拍摄动画画面，但气氛却是靠摄影师来掌握。像下雨的感觉和光影的变化都是造成影片质感的重要关键，所以说每一个环节都相当重要。先生にお尋ねいたします。影片完成后进入最后配音阶段，日本邀请知名演员丰间杜夫担任孔子的配音。至此，历时3年半、花费日币1亿3000万元的卡通长片《孔子传》告一段落。负责国际合作业务的大陆干生先生有所感言。それからやっぱり NHK という会社も日本では大きな会社ではあるんですけども、良くない面も持っている。それは他の国に対してですけど、非常に威張ってる部分があるんですね。それを僕なんかは非常に感じました。交渉において NHK は
非常に自分のところが何でも知っているということを主張するんですけれども、台湾には台湾の放送局の持っている知識があるし、韓国には韓国の持っている知識があるわけですね。そういうのをお互いこう認め合っていくということがないと、なかなかこういい形での共同政策というのはできないんじゃないかと。で、まあ、それをまあ我々が一生懸命努力してここまで何とか来たんですけども、まあ、本当に長い道のりだったなという気がしています。我的回答是为君难为臣不义。好，来，好了，来录。启禀定公，一定的定啊，我当然会拿去卖了。可是子贡，我觉得应该保留选择买方的权利比较好。这个音真是，我从来没背过音，我很痛苦，但是我尽量的去做啊，尽量的要求自己。这个配音的指导领班呢，尽量的去符合他的要求。这个时间呢比较仓促一点，我这个读词啊读得不够熟，所以一面要看词，一面要对那个嘴，所以比较麻烦。因为这个就因为隔行如隔山呢，孔子是我老乡，我们都是鲁国人啊。他是曲阜，我是潍县，据说我们相差大概100多里地。子贡，你看，大地都在万物之下，但是大地孕育万物，万物最后也回归于大地，这就是大地的包容力。你不认为君子也应该有如此的心胸吗？孔夫子回来了。嗯，是的，大王龙心大悦。孔夫子是个怎么样的人呢？这。听说他身材魁梧，学识渊博。说实在话，这是我第一次来配音，所以觉得很新鲜。因为我以前经常幻想自己是剧中人啊，用某些声音去伪装啊，那么我觉得这种经验很有趣，非常有趣。好像跟我平常演戏的那种感觉是完全不一样的，尤其现在用的配音的话是用真嗓，就是自己的本嗓，特别的奇怪。这是我派人从百花山路采回来的蜂蜜。真甜。孔夫子求见，快快有请。是。你果然是身材魁梧，想必你的学识一定更高深。今天很高兴，终于能直接向您求教了。君夫人，男女授受不亲。只要派位使者传话给我也就行了。能直接受教于您不是更好吗？能见到您，听到您的声音。对了，夫子您曾经说过，唯女子与小人为难养也，近之则不逊，远之则怨，对吗？的确是如此。做一举的行为，你不觉得这样的女孩很可爱吗？男子的角色，我不大能认同，因为如果说我知道男子是这样子一个小姐的话，我大概不会来接这个角色。但是呢，这部《孔子传》里面好像只有这一个女人嘛，哈，所以也没办法勉为其难了。那么《孔子传》，也是我们这个中国里面的伟人呐，所以我觉得能够来配这个戏，应该是我的荣幸吧。听说曾参的父亲有一次大怒，把曾参打得晕了过去。但是曾参醒过来以后，竟然对他父亲说。你打得那么用力，
就表示您很健康，孩儿很高兴啊。哎，哎，啊，是爹。老师，您还记得那个新来的门生曾森吗？曾森，他怎么了？我觉得他有点怪怪的。听说他的父亲有一次大怒，把曾森打得晕了过去。但是当曾森醒来以后，竟然对他的父亲这么说：“爹，您打孩儿打得那么用力，就表示您很健康，孩儿真的很高兴啊。”中文版《孔子传》有35位角色，为了让《孔子传》有耳目一新的表现，公共电视特别邀请第一次参加配音工作的郎雄、魏海敏和田文仲做新鲜的尝试，而演员汤志伟也有突出的表现。老师，听说您为了我的事情很生气啊？你以为你自己做对了吗？其实你犯了大错。基本上，我大概差不多10年前就已经有参加配音的工作，可是最近比较少，因为目前的演出更多，所以好久没有配音了。那么对我来说，这是好像又回到从前那种配音班的感觉，所以觉得蛮窝心的一件事情。你呀、啊，你从小就太会为别人想了。小时候好傻，到现在一样没什么长进。啊，我们总觉得好像在这《孔子传》里面应该都是文言文的对白，但是没有想到确实把它白话了。那白话以后当然是比较容易听得懂。我觉得这样的做法呢是一个突破，而且呢也是相当正确而且好的方法，对于这个我们媒体来讲的话，在社会教育上有很大的这个帮助和功能。子贡师兄，老师曾经说过守丧3年就够了，还说再长就没有必要了。我想告诉你这件事，所以才中断了我旅行来到这里。曾森，谢谢你，我只是想替老师尽一份心而已。微风掠过天空，流云各分西东。微风吹动流云，而云还是云，风还是风。